やっと見つけたわ。みんな、逃げられる前に倒すわよ。こういう展開待ってました。ファイト！さっさと終わらせましょう。もらった。うかつよ、トリコロールオーラ。私のターン。我が手に集え、破壊の黒炉。患者さんはどこですか？私が治すです。大打撃です。私のターン。変身中の攻撃はご法度だよ。女神の力、見せてあげるわ。確実に仕留める。思いっきり切り込めば。私のターンね。もらった。やっ、毒の刃よ。アクアク。私の番ね。ブレイズブレイク。アクアク。お薬ですよ。私のターンね。よし。じわじわ来るわよ。何するのよ。ワク。私が治すです。私の番ね。やっ、ブレイズブレイク。何するの。怪我の治療は任せるです。回復です。さて、どうしようかしら。やっ、毒の刃よ。私の番ね。せい、そこ。我が手に集え、魔界の黒炉。全然怪我の治療は任せるです。お薬ですよ。さて、どうしようかしら。そこ。やっ、じわじわ来るわよ。相手は誰。確実に仕留める。ブレイズブレイク。アクアク。お薬ですよ。私の番ね。そこ。ブレイズブレイク。どうしようかしら。もらった。毒の刃よ。何するのよ。患者さんはどこですか？私が治すです。
治療は任せるです。行くです。いい実験台発見です。決めさせてもらうわ。クリティカルエッジ、さっさと終わらせましょう。一気に行かせてもらうわ。決めさせてもらうわ。クリティカルエッジ、力不足がこんなに悔しいなんて。嬉しいな。いや、今回も楽勝だったね。ノワールも意外と強いし。まあ当然よ、あなたもなかなかやるじゃない。ノワちゃんに褒められた。なあ、誰がノワちゃんよ。変な呼び方しないで。それに褒めてない。さっきまでと比べてずいぶん仲良くなったじゃない、あの二人。昨日の敵は今日の友です。仲良しが一番です。シアンの武器のテストも無事に終わったし、今日はひとまず帰りましょう。意外と早かったな。それでアブニールの方はどうだった？その話なんだけど、今回はハズレだったわ。分かったのはアブニールが新しい工場を建てようとしていることくらいね。あいつらまた工場を作るのか？工場がどうかしたの？別に企業が工場を新設するくらい驚くほどじゃない気がするんだけど。お前らにとっては人事かもしれないが、こっちはアブニールが次々と工場を建てるせいで自然破壊が深刻なんだ。あいつらのせいでこの数年間にいくつも森が伐採されたことか。このままじゃラステーションが住みにくくなってしまうです。それを防ぐためにももう一度アブニールの仕事を受けてみましょう。そうね、今回がダメでも次で情報を手に入れられるかもしれないわ。でもって隙あらば秘密工作しちゃうもんね。おいおい、あんまり過激なのはよしてくれよ。ほう、あの方をつけてきてみれば、これはまた面白い話をしているようですね。そうですね、ここいらで一度我が社に逆らうとどうなるか身をもって味わってもらうとしましょうか。
ブラステーションの状況が分かってきたわ。これがネプテューヌたちのおかげっていうのがちょっと尺だけどね。けど消せないわ。国の発展のために企業が力をつけるのは分かる。むしろ早くプラネティウヌに追いつくために私が推奨したいくらい。なのに行き過ぎた自然破壊はやりすぎよ。いくら科学が発展してもそれで人が住みづらくなってしまったら元も子もないわ。アブニールか。このまま国を乗っ取って何をしようとしているのかしら。国がこんな状況じゃハード戦争なんてやっている場合じゃないわ。それにムカつくけどネプテューヌもそんなに悪いやつじゃなさそうだし、今さら倒すなんてそんなことできるわけよ。ノワール今度こそ一緒にプリン食べよう。あれあれまたまた驚かせちゃった。ごめん。もうあなたって人は。で今日は何の用よ。うん、美味しそうなプリン買ったからノワールと一緒に食べようと思って。ごめんなさい、今はちょっとそういう気分じゃないのよ。ノワールアイちゃんとコンパに断られ、そしてノワールにも断られたら、私は一体誰とプリンを食べればいいの。一人で食べればいいじゃない。分かってないな、ノワールは。プリンっていうのはね、一人で食べるより誰かと一緒に食べた方がずっと美味しいんだよ。だとしても寝る前に甘いものなんて嫌よ。あるもの。それにもう眠いし。そっか。そういうことだから今日はもう寝るわ。それなら仕方ないよね。ごめんなさい。ううん、気にしないで。こんな時間に誘って私も悪いんだしさ。一緒にプリン食べたかったな。けどもあなたがどうしてもプリンを私と一緒に食べたいって言うなら一緒に食べてあげてもいいけど。本当？ええ、あなたがどうしてもって言うならね。食べるのに外に出なきゃいけないのよ。ふふん、ノワールは知らないと思うけどプリンって外で食べるともっと美味しくなるんだよ。ほら夜空も綺麗。ほんと綺麗な夜空でしょ。この間一人で食べた時に偶然外に出て気づいたんだ。あ、そのこの間はせっかく誘ってくれたのに断って、そのごめんなさい。気にしないでよ、私が強引に誘ったのも悪いんだしさ。それに今日こうやってノワールと一緒にプリン食べられたから。まったく
あなたって人は。ねえネプテューヌ、一つ聞いていいかしら。何？預金残高以外だったら何でもいいよ。もしもよ、あなたが女神様だったとして、今のラステーションを見てどう思う？大陸とハード戦争、あなたならどっちを取る？私難しいことはよくわかんないよ。おまけに女神様じゃないし。もしよ、もし。私なら困ってる人が目の前にいれば、まずは助けてあげたいかな。それでハード戦争だっけ？それがダメだったとしても、私が女神様なら、助けた人の笑顔があれば、それはそれで満足だもん。あ、あとおやつのプリンね。ネプテューヌ、あなた。あ、どうたの？ノワール。いえ、なんでもないわ。それはそうと、あなたの卵プリンもちょっと美味しそうね。一口くれないかしら。いいよ。じゃあノワールのチョコレートプリンも一口ちょうだい。ええ、いいわよ。はい。あー、はん、ほんのりビターなチョコがなんとも絶品な味わい。まさにまゆー。もうあなたばかり美味しい思いをしてずるいじゃない。ほら、私にも。あーん、はい、あーん。こっちのプリンも甘くて美味しいわ。でしょでしょ、一人で二つ食べるよりこうして食べた方がずっと美味しいんだよ。そうね。ねえネプテューヌ、うん、ありがとう。ラステーションとハード戦争、そうよ、答えは最初から決まっているじゃない。アブニールの仕事を受けるわよ。準備はいい？ええ、バッチリよ。ネプチューヌはどう？私もオールオッケーだよ。ノワールさんとネプネプ、なんだかとっても仲良しです。別にネプチューヌとなんてなんともないわよ。またまた、ノワールったら照れちゃって。お前らか、ちょうどよかった。いきなりで悪いが、またお前らに武器のテストを頼まれてほしいんだ。ってことは、パワーアップが終わったってこと？昨日の今日なのに、ずいぶんと早いのね。ああ、お前らからのフィードバックを受けたら興奮しちまって、気づいたら朝だったんだ。アブニールの仕事のついででいいから頼むよ。ええ、いいわよ。じゃ
改めてこいつを頼む。